おい、ヒヤヒヤさせんなよ。なんやねん、1イニング6失点って。もう1試合終わったかと思った。ヒヤヒヤさせんなよ。リリーフよく頑張ったし、まあ相手のミスにもしっかりつけ込んで点を取れた。これは良かった。次のヤクルト戦期待してるぞ。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください、よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平がジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。はい、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、今年中にですね、2023年中にですね、チャンネル登録者数1万人、1000人違うよ、1万人をね目指しておりますので、ぜひまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、今日もやっていこうかなというふうに思うんですが、今日はね、先ほど、終わりましたジャイアンツ対ベイスターズ、 DeNA ベイスターズの試合解説をやっていこうかなというふうに思っております。はい、この動画の流れといたしましては、まず得点シーン振り返っていきます。まあ、こちらに関しては僕が口で口頭で伝えるよりも映像を見られた方がいいかなというふうに思いますんで、僕のこの動画の概要欄にですね、今日のハイライト動画というのを貼っておきますんで、ぜひそちらの方をご覧いただければ、これから、僕が説明するんですけども、そこの説明がスッと入ってくると思いますんで、まあ一応僕この得点の、得点シーンっていうのは、お伝えさせてもらうんですけども、まあそちらをハイライトをご覧になってもいいかなというふうに思っております。でね、こちら、左半分終わってからですね、右半分に移りまして、この動画っていうのはここが一番重要なんですけども、この右側でね、僕が、まあ時系列的にね気になったところを、バーッと書き出しますんで、この試合はここがポイントだったよとか、ここはねバッターはこういう風に考えれて、キャッチャーはこういう風にやってね、相手の裏を書いたからここはナイスリードだったみたいな感じで、僕が気になったところであったりとか、ここはこういう選手こういう風に考えてたよという風な、ハイライトだけではわからないような、野球のね、深さというかね、深みみたいなところをお話ししていこうという風に思うので、この動画の価値というかね、この動画の面白いところは右側ですので、この左半分の説明というのは、もしかしたら、スキップ、されてもいいかなという風に思っております。まあ僕も YouTube よく見るんですけども、スキップなんかよくしますんで、ぜひね、この動画を見られた方っていうのは、この右側をね、見ていただきたいと。はい。この右側がね、一番面白いところですし、この右側をね、見て、勉強してもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、まあ、ジャイアンツファンの方であったりとか、まあ、ベイスターズファンが見ても面白い内容になってますし、アマチュアで野球でね、今、頑張ってプレーをしている少年少女たちであったりとか、指導者の、野球を教えている指導者の方もね、見ても面白いかなというふうに思いますんで、ぜひね、その、その方たちは、ぜひね、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、その感じでね、まず得点を振り返っていこうかなというふうに思うんですが、まあ今日の試合はね、結論から言いますと、8対7で、ジャイアンツがベイスターズに勝利をした試合になっております。イエーイってな感じなんですけども、まあね、どない試合しとんねんっていうところですね。まあ1イニングに6点入ったりする、してる回もありますんで、まあそこのところをね、まずさらっと、得点シーンを振り返っていこうかなというふうに思ってます。はい、まず1回表なんですけども、2アウト2、3塁から大城さんがライト前を放ちまして1点。2アウト1、3塁から吉川選手がセンター前で1点。で、2点入ってます。で、1回裏、2アウト3塁から牧選手の2塁打で1点を返しますと。2回表、ワンアウト3塁から長野さんの、ショートゴロ、内野手後ろ下がってましたんで、1点入りました。で、2アウトから丸さんのホームランで1点というところで2点入ってます。で、この回ですね、2回裏、ノーアウト満塁から千野選手が、満塁ホームラン放ちまして4点。で、ワンアウト満塁から、宮崎選手が、センター前というところで2点入っております。で、計6点。ここが大きかったですね。
はい。で、4回表、2アウト2塁から丸さんの、ライト前。で、5回表に先頭岡本選手がね、ホームランを放ちまして、1点。1点1点ですね。で、8回表、2アウト2塁から丸選手がまた、ライト前に打ちまして、1点。で、9回表、2アウト1、3塁から門脇選手がね、まあ、執念というか、レフト前放ちまして、1点というところで、8対7の逆転勝利という風な形になっております。はい。このようなね、点がものすごく入った試合でもね、やはりポイントっていうのはありましてね、そこをね、僕が今からね、この右側でね、見ていこうかなという風に思います。こっから見てよ。この動画、こっから面白いからね。わかった？これ、授業や、学校の授業やと思って聞いてよ。わかった？寝てたらあかんで。おーい。よし、行くよ。はい、まず1回表なんですけども、まあ、浜口投手ね、相手の浜口投手、DNA の浜口投手なんですけども、まあ、決め球ないっていう風に書いてますが、もう本当にね、僕これはね、率直に感じました。はい、僕は相手のチームにも忖度しません。球がね、まず遅いんですよ。普通に。142、3ぐらいで、で、浜口投手っていうのは一番の武器っていうのは、チェンジアップ、だと思うんですけども、そのチェンジアップっていうのもね、やはり、ストレートがある程度走ってないと、チェンジアップをマークできるんですよ。ストレートが走ってないから、チェンジアップを待っててもストレート対応できるっていうところです。遅い球を待ってても、速い球を対応できる、まっすぐになってしまうと、やはりチェンジアップっていうのは生きてこないんでね。これ、大城さんであったりとか、直樹さん打ってますけども、やはり決め球がない、空振り取れるボールがないっていうところで、非常に苦しんでるんじゃないかなっていうふうに思います。やはりね、なんか途中ちょっとサイドスローみたいな、なんかスリークォーターみたいな感じで投げたりとかね、なんかこう試行錯誤いろいろしてましたけども、やはり、ストレートがこんだけ走ってないというか、球速がないと、一番の持ち味である、チェンジアップっていうのが生きてこないのでね、やはり、チェンジアップ待ちながらストレート対応でもできるぐらいの、球速なんで、それはちょっと浜口投手ね、これだったらちょっと一軍で投げるきついかなっていうふうに僕は正直思いました。はい、で次ね、これ1回裏なんですけども、まあこっちのね、先発は井上投手だったんですが、先頭の関根選手ですね。初回いきなり先頭バッターに、デッドボールか、デッドボール当てるんですけども、そのデッドボールっていうのは、おそらくチェンジアップかな？チェンジアップでデッドボール当てたと思うんですけども、このデッドボールをね、当ててしまったせいで、今日ね、このチェンジアップっていうのは消えてしまってたんですよ。消えてるってどういうことかっていうと、チェンジアップを投げなくなったんですよ。これデッドボール当ててから。だから、井上投手の球種っていうのはもともとね、ストレート、カーブ、スライダー、まあチェンジアップ、まあフォークみたいな感じで、まあチェンジアップとフォークはちょっとわかんないですけども、まあまっすぐ、まあ4つぐらいあるとして、その中で、チェンジアップ、落ち球が消えたっていうことで、もうまっすぐとカーブとスライダーしかなくなってるんですよ。うん。で、特に左バッターに対しては、インサイドのまっすぐもあんまりないですから、もう外を目つけてね、外のまっすぐか外のスライダーだけを待っといたら打てるっていう感じになるんでね、あんだけいいストレートを持ってたとしても、そこのまっすぐとスライダーだけじゃ、なかなか抑えられないやろって。インサイドもなかなか投げ切るコントロールもないし、ストレート力はあるんですけども、スライダーもいいもの持ってるんですけども、そんだけね、相手がね、こう、外を目つけてここだけ待ってると、そら打たれるやろっていうところですね。はい。で、このやっぱチェンジアップでいきなりデッドボール当ててしまったっていうのは、井上投手の心理的にもね、うわ、今日チェンジアップ投げずれー、みたいな。うわ、抜けてもうたら投げづらいわー、みたいな感じになって、首振ってたこともあったと思うんですよ。でね、これ2アウト2塁という場面で、牧選手がバッターボックスの時に、これ関根選手がね、2塁ランナーで、ピッチャーマウンドでね、まだプレートを踏む前に三盗するんですよ。ね、これね、普通でってありえないんですけども、まあ普通2アウト2塁って、普通に牧選手がヒット打っても帰ってこれるのに、わざわざ三盗する必要なんてないんですよ、正直言うと。するとしたら 100% セーフになるっていう確信を持ったか、持ってる場合か、それにプラスして、井上投手を動揺させようとかするようなぐらいしか、もう考えられないわけですよ。だから、関根選手からするとね、100% セーフになるというふうな確信を持って走ったんじゃないかなというふうに思います。で、結果的にね、そんなことっていうのはなかなかされないので、井上投手はね、バタバタしちゃうというか、アップアップしちゃうというかね、こう、
おどおどしちゃうというか、こう、なんていうんだ、ペースを乱されたっていうところですね。非常にこの、関根選手っていうのは、いい選手というかね、この積極性があってね、これは素晴らしい選手だなっていうふうに正直思いました。100% の確信なかったら、普通走りませんからね、こんなの。で、次行きますよ。2回表なんですけども、ワンアウト三塁という場面で、長野さんがね、ショートゴロを放って1点取るんですけども、これね、まあ、角脇選手がツーベースで出て、井上選手がバントをしてね、まあ、これ1点 OK だよという風な守備体系で、相手の野手陣というのは後ろに下がってるんですけども、これ逆に言うとね、井上選手、井上投手から今日は点取れるぞという風な意思表示でもあるんですよ。うん。だからそこはね、まあ、ランナー2塁、ノーアウト2塁から始まったっていうのもありますけども、やはりね、そこはね、井上投手もね、頑張ってもらえないといけないなというふうに正直思いました。はい。で、まあ、そこのね、ランナー、野手が後ろに下がってるっていう状況で、まあ、しっかりショートゴロ打てた長野さんっていうのも、素晴らしいと思いますけども、はい。まあね、この段階で、ランダ戦になるというかね、まあ、井上投手からある程度点は、取れるだろうというふうな、予想をしてね、野手陣は後ろに下げてますから、まあ、そのまんまの試合状況になってしまったなっていうのが、まあ、本音ですね。はい。で、2アウト。あ、2アウトじゃない。2回裏なんですけども、ここね、この6点取られた回なんですけども、結局その回の先頭バッターっていうのは、先頭をね、この外選手フォアボール出して、そっから5連打ですよ。ああ、もうほんまアウト1個も取れないという5連打。で、ここもね、やっぱりチェンジアップ、フォークというね、この落ち球がね、全く消えてるんですよ。このフォアボールとかデッドボール当ててからね。ああ、だから、もう相手からしたら、まっすぐとスラだけしか投げてこない。たまーにカーブ投げるけど、カーブなんか2球続けてこうへんし、もうまっすぐスラでいけるわ。で、コントロールも甘いから、もう真ん中付近待っといたら、いける、外甘ぐらい待っといたら、いけるみたいな。インサイドもそんなに2球続けてくることもないしっていう、簡単な待ちでね、簡単に打たれてるんですけども、やはりね、井上投手ね、これだけ、力のあるボール投げますからね。やはり、あと、もうちょいきちっと、コントロールであったりとか、まあ、緩急っていうところですね。やはりね、いい球持ってても、それだけだったら、なかなかプロでは抑えられないし、で、緩急があったとしても、逆にコントロールがないと、パカパカいかれるしっていうところでね。やっぱり、どっちもある程度、コントロールっていうところも、緩急っていうところも、しっかりある程度のレベルまでいかないと、一軍ではなかなか抑えられないんですけども、やはりね、そこのね、どっちも足りないというかね、コントロールも足りないし、このチェンジアップでデッドボール当ててチェンジアップが消えてしまってる。で、ましてや、カーブもあんまり投げない。で、スライダーも投げても、まあ、いいところに決まる時もあれば、決まらない時もあるというところでね、コントロールも、あんまりやし、緩急っていうところもあんまり使えてないというところで、それは打たれるやろうなっていう感じで、もうフルボッコいかれてましたね。はい。だからそれはね、やはり井上投手っていうのは今後のね、課題だと思うので、そこはね、一つ球種を覚えるのか、ましてや、まあ、フォークとかね、チェンジアップがあると思いますから、それを、まあ、井上投手で言うと、スライダー、今スライダー結構投げてると思うんですけども、そのスライダー並みにこう自信をつけるボールにしていくのかっていうところをね、やっていかないとなかなか一軍では通用しないと思うし、やはりこれだけ期待されてるっていうのはあるのでね、頑張ってもらいたいっていうのはありますし、実際いいボールもね、随所に ありますから、そこをね、なんとかこう一皮向けてほしいというか、ライティに向けて頑張ってもらいたいなというふうに思います。はい、で、次ね、6回表なんですけども、まあこれね、1点差の場面かな。6回表。6対7っていうところでね。2アウト1、2塁というところで、坂本さんが3球三振をしてしまうんですけども、まあ、カット、初球カット、ファール、ストレートっていうところで三振するんですけども、これはね、相手バッテリーが上だったというかね、山本捕手がね、きっちりこのツーシーム狙いっていうの、落ち球ね、山崎康明、投手だったんで、落ち球というか、このツーシームっていうのを多投してくるピッチャーなんですけども、そこをね、その狙ってるのを見抜かれてね、ストレートというところで見逃し三振というところで、もう完璧にこれは、坂本さんしてやられたりというところですね。はい、いい配球だったと思います。はい、次6回裏でね、ワンアウト一塁というところで、桑原、選手がバッターの時にね、ワイルドピッチになるんですよ。で、関根選手がね、これね、
一塁ランナーから、一塁からね、三塁に行って、結局大城さんが三塁投げて、アウトになるんですよ。まあ、めちゃくちゃ際どいタイミングだったんですけども、まあ、判定でアウトになったんですけど、リプレイでね、アウトになったんですけども、これが非常に大きかったですね。うん。非常にこの、初回のこの走塁もありましたし、非常に積極性のある走塁なんですけども、本当にね、神一人だったんですけども、これアウトになってよかったですね。ああ、やはりね、リプレイを見たんですけども、本当にね、もしかしたらセーブやっちゃうかなっていう風なタイミングなんですけども、まあ僕、あと、さっき、ジャイアンツの選手とちょっと電話してたんですけども、真鍋、審判は、なかなか自分のジャッジを変えないっていうのがあるんで、あれは多分ね、アウトのまんまだったと思うよっていう風に言ってたんで、リプレイしても、あんまり確証を得られない感じだったらアウトにするよって言ってたんでね。これはね、このアウトっていうのは非常に大きかったですね。で、結局ね、これアウトになってからこの桑原選手が、センター前打ってるわけじゃないですか。だからもしかしたらこれを三塁に行かずに二塁でストップしてて、これ桑原選手がセンター前打ってタイムリーっていうところだったら、もしかしたら今日負けてるんちゃうかなっていうふうに思うんで、積極性っていうのは非常にいいんですけども、まあ、アウトになってしまったから、まあ、そう言ってしまうんですけども、これがもしアウトじゃなくてセーフだったら、今日負けてたんちゃうかなっていうふうに正直思います。はい、次これ8回表なんですけども、2アウトからね、長野さんが3塁ゴロ、サードゴロ打つんですけども、これ宮崎選手がね、送球エラーしてしまいまして、2塁ランナー、2塁まで行きましてね、2アウト2塁で丸選手が、ライト前というところで、やはりね、こういうエラーであったりとか、目に見えるようなミスをしてしまうとね、やっぱ点につながるよというところですね。やはりこんだけ序盤にね、リードしててもじわりじわりと、ジャイアンツが今日勝てたっていうのは、こういうミスにしっかりつけ込めたっていうところだったと思います。で、これ8回裏もね、これ8回裏これ良かったですね。これバルナードがね、まあ、今こう、ピッチャー陣が厳しいわけじゃないですか。昨日もすぐノックアウトされて、いろいろつぎ込んでるし、今日もね、すぐノックアウトされて、いろいろつぎ込んでるんで、ピッチャー陣苦しいと思うんですけども、これバルドナードがね、これ買いまたぎしてくれてね、この回も三者凡退というところでね、非常にこれ大きいですよね。非常にナイスピッチングだし、めちゃくちゃ安定感あるし、来年も頑張ってほしい。ジャイアンツで頑張ってほしいというふうに思います。で、これ最後ね、9回表なんですけども、2アウトからこれ吉川選手がね、結局これフォアボールで出て、ツーアウト一塁から岸田選手が、まあ、二塁安打って書いてますけども、これはもう正直、ライト前でなってましたけども、これは正直、牧選手のエラーですね。まあ、よくよく聞くとね、フライ取るの下手くそっていうふうに、なんか選手が言ってたんで、ジャイアンツの選手が言ってたんでね、これ、めちゃくちゃラッキーでしたね。これはね、正直、ヒットってなってますけど、まあ、エラーですね。目に見えないエラーっていうやつですね。で、1、3塁ってなって、やっぱりこの、まあ、ヒットですけど、エラーがあって、門脇選手がこれ、レフト前というところで、2アウトから1点取れたというところがね、まあ、相手のミスにしっかりつけ込んだというところが、今日の、まあ、勝因になります。はい。まあ、こんだけね、序盤に2回に6点なんか取られてもう終わりやと、いうような試合でも、やはりね、リリーフ陣が頑張ったりとか、そこからゼロに抑えることで、こう、ちょっとずつ波が来たりとかね、で、相手のミスにしっかりつけ込むっていうところがあればね、まあ、点差が開いてたとしても、最後の最後までわからないっていうのが証明されたような試合でもありますんでね。だから逆に言えばこれからの試合ね、逆の立場もあるかもしれないし、まあ、また今日のような立場でもあるかもしれないので、やっぱり最後の最後まで気を抜いてはいけないと。審判がゲームセットというまでは野球はなかなか、こうね、どんでん返しというか、そういうのがありますんで、そこはね、肝に銘じて、ジャイアンツの選手、これから頑張ってほしいなというふうに思います。まあ、神宮、次神宮で、次が、ドームかな？ドームで中日戦というところがあるので、やはりこの下位のチーム、ですから、まあ、6連勝とは言わないですけども、もう勝てるゲームは全部勝っていってほしい。どっちも勝ち越しはしてほしいと思うし、まあ3ゲームかな？今、DNA と3ゲームという風になりましたけども、やはりまだあと20数試合残ってますし、全然可能性あると思うので、そこはね、諦めずに頑張ってもらいたいなという風に、正直なところ思っております。はい、そんな感じでね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報をね、本当に毎日ね、毎日動画を YouTube にアップロード、してますんでね、ぜひ、面白いなと思ってくださった方、チャンネル登録の方よろしくお願いします。
チャンネル登録であったりとか、僕のチャンネルの通知のオン、僕これ一番嬉しいんですけども、コメント絶対返します。で、これ高評価、この4つしていただけるとね、非常に僕嬉しく思いますし、これからも YouTube 頑張ろうというふうに思いますんで、ぜひね、皆様よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバーイ。Thank you.